カプツィーナー教会。地下に、提出納骨堂がある。カプツィーナー納骨堂は、オーストリア、ウィーンのカプツィーナー教会地下にある納骨堂。近くには、ホーフブルク宮殿がある。提出納骨堂、皇帝納骨堂、皇帝廟とも呼ばれ、ハプスブルク家、ハプスブルクロートリンゲン家の皇帝や皇后、その子孫らの多くが埋葬されている。ウィーンの観光名所の一つとなっている。 1617年、新聖ローマ皇帝、マティアスの皇后アンナが、カプチン会の修道生活と、自分たち夫妻の墓所としての構想を思い立ち、ウィーンのホーフブルク城に近接して、教会、修道院と墓所を建てることにした。アンナは1617年11月10日に、自らの意思で資金を修道院建設のために提供し、そのちょうど1年後に死去したことから、 資金はすぐに役立てられた。マティアステイは、皇后の死から1年後に放御した。1622年9月8日、皇帝フェルディナント二世出席の下で、基礎となる遺が置かれた。30年戦争の混乱に起因する工事の地帯の後、後教会が、天使の聖母マリアへ1632年7月25日に、剣道された。翌年の復活祭には、 皇帝マティアスと皇后アンナの亡骸の入った簡素なサルコファガスが盛大な式典の下で移された。マティアス帝夫妻の眠る場所は現在創設者納骨堂と呼ばれている。以後、納骨堂の拡張や改修がなされてきた。現在、138体の亡骸が収められた棺の他、心臓の入った壺、4人分の焼却された遺骸これらが 相互に連結された、低室のお骨堂10カ所の一つに安置されている。簡素なものから、カビナロココ様式まで、103の金属製サルコファガスと5つの、心臓壺が見られる。これらには12人の皇帝、18人の皇后が、含まれる。竹出身の32人の配偶者が、ここを英民の地としている。低質の骨堂に収められている。その他の亡骸は皆、 オーストリア大公、オーストリア大公女の称号を持って生まれたものである。この納骨堂に埋葬された中で、最も年齢が高かったのは、98歳であった、オットーフォンハプスブルクである。幾人化は出生後間もなく亡くなっており、埋葬されたものの25%以上は5歳未満で、亡くなっていた。今日まで、カプチン会修道士12人の幾人化は、 生殖者としての仕事と、並行七化の骨道の保護、管理人という慣例的な役割を続けている。カール六世のサルコファガスマリアテレジアのサルコファガス、皇后エリーザベト、フランツヨーゼフ一世、皇太子、ルドルフの棺皇后、ツイタフォン、ブルボンパルマの棺。隣の胸像は、最後の皇帝カール一世、オットーフォンハプスブルクの棺ウィキメディアコモンズには、 カプチーナー納骨堂に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。